皆さんこんにちは、マネルエルフィジです。では今回はアーツオーバイアンをアメリカ軍プレイ、続きをやっていきたいと思います。レジスタンスを入れた、まあ、新 DLC 版でのプレイになりますんで、今回もね、ちょっと手探りな部分も出てくるかなと思うんですが、お気づきの点とかあればですね、どしどし動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方まで、お寄せいただければと思います。では早速続き始めていきたいと思いますので、ですね、前回ちょっと動画の中であれおかしいぞということで、陸軍の軍、まあ、師団がごそっといなくなってしまった。ちょっと理由はわからないんですけども、あれはあれでかなりきついので、タイムリープしてちょっとやり直しをさせていただいて、ちゃんと陸軍の師団、軍が残ってる状態にさせていただいています。で、さらに少しだけ、時間を進めてまして、前回終わったのが、1936年の6月だったと思うんですけども、今、1937年の3月まで進めてます。まあ、ただ、プレイの方向性は全く変えてませんので、ちょっとどこがどう進化しているかというか、時代が進んでいるかっていうところだけね、ちょっと確認をしていきたいと思います。まずは、研究なんですけども、まあ、当然ながら、この基礎工作機械から入って、さらに生産効率の上限が上がる改良型工作機械に進んでいます。で、軍需工場、民需工場欲しいので建築も入れているという状態ですね。で、工学の方もこちらも変わらずですが、研究速度にブーストがかかるものですね。研究として進めています。で、歩兵の方は、支援装備。一つ入れるところは変わらずで、その後はですね、支援中隊を入れています。ずらっと。で、この先なんですけども、ちょっと考えておきたいのが、新しいね、レジスタンスの DLC で入ってきている要素の、この偵察機。これですね。せっかくなんで、ちょっと偵察機も使っていきたいなと思ってるので、研究の枠が空き次第ですね。この偵察機の研究に入っていければいいかなというふうに思っています。で、続いて国家方針、国家ツリーですね。ここの方はですね、まあ、同じくニューディールから入って研究枠を一つ得る国家ツリー選択しています。で、その後は、今後の戦いに備えて陸、海、空、それぞれの、まあ、初期のツリーをこなしていこうかなというふうに思ってまして、ペンタゴンに進んで国防総省まで今入れています。この後は、空軍、海軍にも同じように初期のものを入れていこうというふうに思っています。で、生産なんですが、どうしても軍需工場今不足しているので、作る装備は本当に限定的にしてます。銃と支援装備と、あと野戦砲ですね。で、この先日本軍との海戦を視野に入れるために、空母。これをね、今4隻かな。3隻ですね。同時に建造中という状態です。これも、この先余裕が出てきたら、どんどん、空母の数を増やしていきたいというふうに思っています。はい。で、肝心の、お待たせしました。情報機関なんですけど、前回ですね、一人雇ったメリケンサック、タフの、まあ、スキルを持ったメリケンサック、の女の子なんですけど、やり直した時にはちょっと出てこなくて、おそらく初期の3人の中から1人選ぶエージェントはランダムなんじゃないかなと思います。なので、ちょっと可愛げなこの、女の子、エージェント名ウォルフ、彼女をドイツに潜入させています。で、ちょっとドイツの方を見ておくとですね、まあ、すでに、スパイも、諜報もの、構築を完全に完了してくれているので、結構ね、見れる情報が増えてます。まあ、せっかくなんでちょっとご紹介しておくと、ここで、新しいね、この、機密情報のタブ、ドイツに対しての機密情報のタブを開くと、これが産業系、工業系の機密情報、今見てるんですけど、どこに軍需工場がどんだけあって、どこに、まあ、海軍のね、造船所があってとかっていうのが、かなり詳しく詳細に見れます。なので、まあ、爆撃を行ったりとかする場合に、どこを中心に行えば、最も効果的かとか、まあ、そういったのがね、この
新しい機密情報から読み取れるようになってます。で、残念ながら、まだ、陸海空のね、それぞれの軍の機密情報にはたどり着けていないんですけども、おそらく、例えば、空母何隻持ってるとか、そういう情報もね、この先取れてくるんじゃないかなと思いますので、ここもね、しっかり強化していきたいと思っています。で、今は、一旦ですね、もうこの、情報網、機密情報網の、まあ、構築っていうんですかね、そこはフェーズとしては完了してるので、一旦休眠状態にしておこうかなと思ってます。で、これ休眠状態にしておくと拘束されるリスクが減るということになってるので、一旦このウォルフに関しては休眠状態に移行していきます。これでね、今、構築した情報網、機密情報網が、潰れないようにね、していければいいかなと思っています。で、一方もう一人、実は雇ってまして、スパロー。スパローちゃんも雇ってまして、スパローちゃんをじゃあどこに入れたかというと、日本に入れました。日本のね、もう軍人ども、もうスパローちゃんの可愛さと色気で、骨抜きにしてやろうと、色仕掛けで。まだ入れたばかりなので 5% なんですけど、ここもね、同じように、機密情報タブで、情報がね、この先、見て取れるようになりますと、まだね、ちょっと全然情報取れてないんですけども、もうスパローちゃんの色仕掛けで、日本を骨抜きにするということをね、やっていきたいというふうに思っています。で、今2人のエージェントを雇ってるんですけども、エージェント1人増やすのに、おそらく5つの、長期間のアップデートが必要だと思います。今入れている5つのアップデートというのが、アーミー、まあ、陸海空のそれぞれの情報機関、情報網、機密情報ですね。それに、ブループリントスティーリングを入れているというところですね。で、この先なんですけども、一応その暗号とか、まあ、逆に暗号を解読するとか、そういったところの新しい要素も使っていきたいなと思うので、このね、暗号の部分もこの先、アップデートで入れていこうかなというふうに思ってますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。このね、スパローちゃんに大活躍してもらいたいので、しっかり情報も確立していってもらいたいなと思ってます。で、国防総省作れたので、次どうしようかな。今すぐ、人的資源が枯渇してるわけではないので、人的資源に行くよりかは、やっぱ海軍行っとこうかな。で、海軍の造船所を獲得しといて、一気に空母をさらに建造するという方向に持っていきましょう。どうしても日本との戦いはね、海軍力がものを言うと思いますので、でグラマンができたので、じゃあ、さっきお話していた、この偵察機ですね。これを使っていきましょう。偵察機は戦時じゃなくても飛ばせるというようなので、そうだな、生産を少し調整してでも、先に偵察機を何個か作りたいですね。で、マジか、海員の40議席が反対に回ると結構きついな。半々に戻されましたね。ここはじゃあロビー活動をまたしておきましょう。で、スペインの内戦の話が来てますね。で、スペインの、内戦の話に便乗して、少しここで、さらにアップグレードができるようであれば、情報網のアップデート、情報機関のアップグレード、見ておきましょう。せっかくできるので。どうしようかな。次は、まあ、どうせするんであれば、やっぱり、情報機関の設立からいきますか。60日間かかりますけどね。で、装備のアップデートですね。グラマンに変更しましょう、フィビから。で、スペインの方にちょっと目を移します。スペインの方内戦が始まってるね。まあ、スペインの方に、
情報網はないので、まあ、見れるものは何もないですというところですかね。まずそれでも一応多少は見れるものの、国益スペインの方は全く見れないという状態だな。ここは外交できっとアメリカとつながりがあるなしというところも関係するのかな。ちょっと外交タブ見ておきましょうか。自国の外交タブですね。独立保障ぐらいしか入ってないね。で、ここにスペインもない。ので、そうなると民主主義かどうかっていうのも、その情報のダダ漏れ具合に関係してくるというのが、開発日記の2回であったので、まあ、そのあたりもね、影響がしているのかなと思います。いや、偵察機がね、作られるのが、ちょっと待ち遠しいですね。フランスとイギリスの同盟ですね。まあ、ここは、まあ、連合国側につきたいなと将来的には思ってるので、動きとしてはそういう動きをちょっと考えておきたいと思います。で、掘削の位置が入っているので、次、どうしようかな。今、画面の右上上部、1937年4月なので、本当に悩ましいな。工学系はもう入れるもの、これぞというのはないからな。一旦計算機で研究速度ブーストかけてもいいけど、結構ペナルティがきついですね。261日かかるのかっていうね、純粋に。となると海軍かな。優先的に入れておきたいものとしてどれを入れるかですね。まあ、火器管制は欲しいよな。火器管制入れておきましょう先に。ただ巡洋戦艦と戦艦か。じゃあダメージコントロールはっていうと、クリティカルヒットを受ける確率が減る。まあ、こっちの方がいいかな。戦艦、巡洋戦艦をどれだけ作るかっていうところですけど、今のところ、戦艦も巡洋戦艦もね、建造の補給にそもそも入っていませんという状態ですからね。では、野戦病院の次を、整備兵に入れると。いうことにして、時間をね進めていきたいと思います。それでは、療養艦隊法で、造船所ですね、得ることができたので、次、艦船局に入れておいて、大型艦含めた艦船のね、コストに、マイナスのボーナスがかかる、国家保身を採用しておきます。で、余った造船所には、もちろん、空母をね、投入していきましょう。ヨークタウン級をさらに増強。これで空母今4隻同時に建造体制ですね。で、さらに巡洋戦艦、いや巡洋艦ですね、巡洋艦をさらに作っておきましょう。どん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 と、もう日本にね
戦いを挑むにあたっては、どうしても海軍力の増強というのはね、切っても切れない、いい部分にはなってきますからね。で、足りない資源は、輸入していきます。で、日本のですね、どんどこアップデートをかけていきましょう。で、長期間の方ですね、ここも次のアップデートで何を入れるかだな。まあ、悩ましいところではあるものの、そうだな。できればサクッともう一人雇いたいので、コマンドトレーニングかローカライズトレーニング、どっちがいいかな。まあ、ローカライズトレーニングっていうのは、まあ文字通り潜入先にローカライズする、溶け込むっていう、まあそういうトレーニングになると思いますし、コマンドトレーニングの方が、まあ、作戦のトレーニングですよね。そうですね。なので、この二つを優先的に入れていきましょう。では、時間を進めていきます。はい。そしたらですね、先ほど、暗号のね、部門、長期間の中に設けたと思うんですけど、これによって、じゃあ早速、じゃあそれをね、暗号の解読を、始めていきましょうというのが、できるようになりました。なので、これ同一方面に行くか、日本方面に行くかちょっと悩ましいよな。できれば日本の方が楽しいかなと思うので、ちょっと日本の方にしましょう。これで、日本のね、暗号を史実通り丸裸にしていきましょう。で、軍の方も、この後強化をしていきたいんですけど、さっきお話していた偵察機ですね。これをどこに配備するか、もうちょっと考えておきましょうか。まあ、普通に考えたらね、グアムがいいかなと思うんで、グアムか、あとは、そうだな、空軍の基地があることが大前提なんで、そうなるとハワイになっちゃうね。ハワイか。ちょっと遠いよな。そうだね、ハワイ。空軍の基地があるとすれば、ハワイですね。ちょっとじゃあせっかくなんで偵察機をね、ハワイの方に置いておこうかなと思います。ではまた時間を進めていきます。はい、これで日本と中国が戦争状態に入りました。で、さらに、待ちに待った偵察機もね、研究完了したので、ちょっとお試しの要素も強いんですけど、偵察機ですね、ちょっと作ってみましょう。まあ、貴重な、軍事本社の一つじゃないね、もっと咲かなきゃダメ。っていうのはあるんですけどね、ここはどうしてもやっぱり見ておきたいので、偵察機作りましょう。で、空いた研究枠の方ですが、まあ、やっぱり工学、産学じゃないね、産業、こっちの方に割いていきましょう。
今37年なんで、39年はさすがにきついものの、そうだな、8年だったらもう研究のブーストも欲しいし入れていっちゃいます。ではまた時間を進めましょう。結構今議席が厳しくて、打てる政策がね少し狭まってきてしまっているので、しばらくの間は政治力を使いまくってですね、議席の獲得、支持の獲得を、根差していきたいというふうに思ってます。で、実はですね、まだまだ人的資源が不足してるっていう、枯渇してるっていう状況にはなってないんですけども、アメリカの場合、確かに人的資源がね、かなり限られてはくるので、将来的に。その場合に備えて、人的資源が増えるような政策をちょっと入れていきたいなと思ってるんですけど、どうしてもね、支持が足りなくて、すぐに打てない状態になってるんで、しばらくの間は、このね、支持率というものも少し、頭に入れてですね、議席をね、どんどん増やしていけるように、政治力を行使していきたいかなというふうに思っています。というわけでね、ちょっと今回短めですが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。特に偵察機をね、せっかくなんで、使っていければいいかなと思っています。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。